ステーキのソースになる。はい、どうもソース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 です。はい、ということでですね、今回はですね、ものすごく簡単なレシピいってみたいと思います。アボカド1個、ニンニクがあればバッチリできるいい感じのおつまみレシピっていうのをね、っやっていきたいと思うんですけども、なぜこれを作るかというと、もうね、僕はもう限界だから、火を使うものができない、危ないし、コンプライアンスに違反してしまうので、飲まなきゃやってらんない、コンプライアンスに違反してしまうので、飲まなきゃやってらんない。今回ね、もう本当にね、刃物一本あれば何でもできる、そんなですねレシピをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずですね、何かを切る前にですね、ほんとタレを用意しておきたい。今回はですね、卵黄ソース、白身はちょっと避けといて、卵黄、はい、今回ね、卵黄を使ったね、和風のソースになります。これ大さじ1ですね。はい、味の素でございます。これ2つもみって書いてあるんですよ。1、2、ニンニク入ります。はい、これ1個入れたらめっちゃ多いです。はい、これぐらいですね。はい、で、よくね、かんましてください。このソース絶品ですから、これでアボカドめっちゃ美味しくなる。僕アボカド で飲むっていうの結構やってるんですけども、これ1位です。はい、でこれで、ね、醤油に卵黄のコクと旨味がね入って、あとニンニクの香りがすごいね、強調された奇跡のソースになる。アボカドですね、結構ね、熟れた、触ってちょっと弾力があるかなぐらいな、少し固め、熟れすぎてないものを用意しました。まず刃を入れます。こうやってね、これを、こう沿わせてね、ぐるぐるやるんですね。そうすると最初切ったところとこう合致するんです。そうしたらこうこうこうするんですね。こうする、はい、ものすごく綺麗にこうやって切れるんですね。トンってやるんですよ。そうすると、もう綺麗に剥けますね。今回ぐらい熟れてる、アボカドだとね、剥くことができると、こうやって。意外とね、これ知らない人多いんですけど、これを全体的にやっていくと、そうするとね、ほらこうやってね、アボカドがね、すっごく綺麗に剥けるんですよ。ほらこうやって、ほらほら、めっちゃ綺麗でしょこれ。状態のいいアボカドだとね、すぐねこんな感じで剥けるんですよ。そこそこ熟れた、アボカドだと全部これできるんで、ぜひねやってみてください。ほら、綺麗なもんでしょこれ。このアボカド、新鮮アボカドね、こういう風にですね、こんな感じで、まあ1センチ厚ぐらいかな、こんな感じでね、カッティングしていきます。これもそうですよ、こんな感じで、少しね、太めでも構いません。こんな感じでね、はい、段差をつけてね、盛り付けるとね、まあ、可愛い感じになりますね。ニンニク卵黄ソースこうね、流していきます。まあ、ちょっとパラパラと炒りごまをこうやってかけて、ただこんだけの量です。圧倒的にうまいです。これはアボカドのニンニク卵黄ソースです。ただです。ではです、できました。早速食べていきたいと。いただきます。だいぶなった。そうね、はい、ちょっと遠近法で大きく見えるジャックダニエルですね。ことあるごとにね、語りかけてくるんですよ、こいつがね、力が欲しいかってね。いただきます。栽培者ね、まあ、いった、いただきます。こっからのね、これはマジでうまいわ。実はね、アボカドレシピの中でもうものすごい反響あるレシピなんですけど、酒飲み票が異常に多いんですよ。なぜ、酒飲み票がものすごい多いのか改めて再認識しました。恐ろしく酒に合う。なんかね、食べるとね、このクリーミーさは何っていう感じになりますね。久々にこれ作りましたけど、本当に美味しい。下にね、引いたソース、これたっぷりしてくださいね。これこのソース、本当にニンニクとお醤油と卵黄と、このね、卵黄を使ったね、なんかおつまみのソースってあんまりないんですよね。
大トロ食ってみたい。これは本当に今日5本目なんですよ。これ食べてもう目覚めましたわ。晩酌する人全員これ作ってほしい。そこら辺の中トロだったらこれ食いたいぐらい。お前すごいなアボカド。これマジでこれ酒飲み絶対みんな好き。卵黄と醤油ってすごく合うんですね皆さん。ぜひ皆さん僕と一緒にこれを食べていただいて一緒にしましょう。よろしくお願いします。ということですね、今日は僕もまあ結構まあ感じ的にはねまあなかなかいい感じになっちゃった。まあでも皆さんね、料理が美味しそうだなってとかっていうことを思ってほしい。酔っ払ってるのは別に僕の趣味なので、酔っ払わないと料理しちゃいけないとかじゃない。お酒飲めないけどって全然飲まなくていいですから。全然もう麦茶とこれ合うなとかってめっちゃいいと思います。ということで皆さんぜひやってください。